このスボディシリーズのめちゃめちゃかっこいいね。パーツが新しくガチャで出てて、なんと俺のこの半ギャラクシーマンも上にセッティングできるという奇跡ミラクルレベルマックス外で一てかさ、俺このシークレットすげえ未だに気になってんだよね。もうこのガチャでは絶対ないからさ、あのフィギュアショップで出回るの待ってるけど、なかなかないんだよね。他の色は結構見るんだけど、このシークレットやっぱり超レアなんだろうな。なかなか、しかもシークレット売っててもすげえ高そう。でもね、諦めてない。俺シークレットを探してゲットして、前ね、調べたような気がしてたんだけど、覚えてないってことは分かんないんだよね。まだね、まだ見てないから絶対に謎のままなんだけど、まあでも一番気に入ってるのはさ、やっぱ自分のこの半ギャラクシーマンでしょう。半分だけで宇宙からの光線を浴びてね、半ギャラクシーマンになってる、この正義の味方。そして今回のシリーズのラインナップが、めちゃめちゃかっこいいんだよね、パーツ。私、ギャラクシーマンの乗り物が手に入ったという、ラインナップの紙をまずは出しまして、スボディ。ビッグハンディングダイザー。やばくねこれ。このビッグハンディに乗って空を飛ぶことができるという、なんかシルバーサーファー的なさ、うわ、やべえ。絶対かっけえわ、ビッグハンディ。ブックレットの後ろには、ビッグハンディの組み立て方が書いてある。スボディはね、2色あるんだよね。オレンジとレッドのやつと、ホワイトとブルーのやつ。で、ビッグハンディも2色で、ブラックとグレー。個人的には、ホワイトとブルーのスボディがめちゃめちゃ欲しかったんだよ。ホワイトブルー。敵にしようと思って。このパーツのさ、つなぎ目部分がオレンジになってるのが本当にかっこいいわ。前までグレーだったもんね、グレー。全部グレーだったんだけど、グレー。パーツのところね、全部でグレーだったんだけど、オレンジ。今回ホワイトとブルーもあるし、これ期待できるね。その点に関しては。こっちはさ、オレンジ、ブルーのパーツか。右肩だけブルーのパーツにしようかな。こういうシリーズって結構ね、パーツ取りやすいの多いんだけど、スボディ、このスボディシリーズはなかなか、まあそれでも取れることはあるんだけどさ、まあ取りにくい方だと思うから。おー、足。レッド&オレンジの足。ジョジョー、すげえ。なんか、こいつも半ギャラクシーマンに、こいつ全身ギャラクシーマンにしようかな。全身塗って、全身ギャラクシーマン。色かっこよくね。レッドとオレンジのコンビネーション最強じゃん、これ。一番楽しみだったのがさ、ホワイト&ブルーの方だったんだけど、これ。待って、レッド&オレンジ超かっけえわ。燃えるバーニングレッド。ギャラクシー戦隊のレッド担当にするか、これ。レッド担当、ギャラクシー戦隊のレッド。で、ここに、パーツをつけて、完成。うおー、色超かっこよかったわ。レッド&オレンジ。ザン。ギャラクシー戦隊、バーニングレッド、燃え下がる宇宙の炎。宇宙戦隊、ギャラクシー7のメンバーにしよう、このレッド。今一人で孤独に戦っているが、どんどんね、旅を続けている、宇宙の旅を続けているうちに仲間を手に入れ、レッドが仲間になるという。そうか。一緒に手を取り合って頑張ろうぜ、ザン。男だね。男の友情ですね。めっちゃつうか、色かっこいいんだけど。俺、ブラック一番気に入ってたんだけどさ、オレンジレッドがすっげえかっけえ。このギアの部分とか、めっちゃかっこよくない?この色。マジでか。しかも、オレンジレッド被ったし、よかったかも、被って。オレンジレッドすげえかっこよかった。で、このカプセルに入ってるのが、今回一番楽しみだったホワイト&ブルーなんだけど、レッド&オレンジこれナンバーワンいってるかもわからんね、これね。レッド&オレンジすげえかっこいいんだけど。レッド&オレンジやばいぞ。これ、ホワイト&ブルー。さあ、すごいところ、ホワイト。ブルーのさ、つなぎの部分がギアのところがめっちゃかっけえ、ジョイント部分。しかしながら、ブラックとホワイトは敵対させた方がいいんじゃねえかな。でもそうするとブラックの方が敵って感じがするけどね、ホワイトの方がいいやつって感じが。まあ、イメージだからね。イメージに囚われてはならぬ。囚われてはならぬ。ありがちの設定だが、昔の親友だったことにしようかな。ブラックも記憶を失ってるけれども、ブラックとホワイトは昔親友だったと。しかし今、もう、こっち悪だから。色的にはね、いいやつっぽいけど、こっち悪にして、こっち、ハンギャラクシーマン。お前は、まさか、ユージローみたいな、貴様は、ケンイチか!スボディ自体の違いは全くないね。昔のシリーズと同じだ。ちょっと違ってる感じがしたんだけど、全く、それは俺の錯覚だった。錯覚全く同じ。昔やったやつと全く同じで、ジョイント部分も変わんないよね。全部同じだよね。全部同じ。あ、待って、パーツ、ちょっと待って。ごめん。ここつけるの忘れてた、ここ。ここ重要なパーツね。ここを隠さなきゃいけない。これで完成だね。白。赤かっこよかったな。やっぱ開けてみるとわかんないね。こういうシリーズってね。実際赤が一番迫力機あったわ。ホワイトとブルーが個人的にはめちゃめちゃ気になってたんだけれども、赤がすげえかっこよかった。めっちゃいい感じ。そして、こっからがメインディッシュだからね。もうお遊びだから。もうこっから、今まではお遊びで、こっからがメインディッシュで、ドゥドゥルドゥルドゥ、ドゥルルルドゥルドゥ、ドゥ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 、ドゥドゥルドゥルドゥ。ビッグハンディ。しかも台座だから乗れるんだよね。ビッグハンディ台座、ビッグハンド台座だからさ、上に、ほほ、かっけーセッティングできるという奇跡ミラクルレベルマックス。なんかさ、昔こういうボスいなかったっけ?でっかい手に乗ってさ、腕組みながら出てくるやつ。こんなやつ、まあでもたくさんいるよね。こういうでっかい、
あの手のさ、ボスっぽいやつら。でもそういうのを再現できるっていうのも良くない。でっかいビッグハンディだからね。これがビッグハンディだ。ザン、わあ、ビッグハンディのパーツ。しかも手もさ、リアルに動く感じだよね。これね、関節がついてて動く感じになってる。動くよね、これ。うわ、すげえ、ビッグハンディやばいぞ。パーツはこんな感じだね。全部プラスチックだね。スボディとは全然違う、あの、素材になって、全部プラスチックの素材でね。柔らかいところとかないよ。全部プラスチックで、ゴムのところとかないよね。指取れちゃうから置いてやらんとダメだね。やっぱね、置いて、このまま置いてセッティングしながら、こうやっていく。指を乗せていく。指を乗せていけば完成。あ、めっちゃ組み立てはすごい簡単だね。指乗せていけばいいだけの話だから、こうでしょ。で、親指部分。おぉ、これが親指ですな。親指ですね。まあ、待って、向き合ってるよね。向きこうだよね。ここにセッティングして、お、合ってる。え、待って、ちょっと、指が、指が、こうだよね。関節、待って、長さ違うから、入れる場所決まってんだから、こっちからか。え、でも関係なくない？え、待って、間違ったか。まさかの不良品かもしれん。なんか明らかにこれちっちゃいんだけど、パーツここの部分。つなげるところがすごいちっちゃい。でもね、画像を見ると、全部同じ大きさなんだよね、画像を見ると。で、セッティングする、あの、問題ないかなと思ったんだけど、結構ぐらつくんだけど、これ。ほら。つけると、めちゃめちゃぐらつくんだよね。ここ。これ不良品、これ不良品か？え、だって。いきなり一発目から不良品なんてあり得る。これだとガッチリつくんだけど、これ。これだとガッチリつくんですけれども、これ、なんか最初小指かなと思ったんだけど、待って。ぐらつくんだけど、これ不良品。もう一個開けてみるか。あー、やはりか。不良品だわ。あ、マジで一発目から不良品あったんだけど。マジでこれどういうことこれ。でも一応つくんじゃねえか。ダメだなぁ。一応つくんだけど簡単に取れちゃう。簡単に取れちゃう。あの、ここちっちゃいから他のやつは取れないけど、がっちりハマってるんだけど。まあ、簡単に取れるけど、簡単に取り付けることもできるけどね。簡単に取り付けることもできる。グラグラ。めっちゃグラグラで簡単に取れちゃうから、くっそー。もうなんか怖いんだけど。でも大丈夫だと思う。こうつけて指をセッティングして、で、最後に親指をね。全部あの、あれだよね、左手だから、右手も欲しかったよね、これ、ほんとね、右手も。右手と左手を両方欲しいんだけど、おー、完成！全然グラつかん。全然グラつかんし、取れない。おー、これがビッグハンディ完成形だぜ！さ、ビッグハンディ完成形。できたー、これこれ。これを求めていた、これを求めていた、ビッグハンディ左手、かかってこい、just bring it。すごいね！そして、ギャラクシーマンを、ポッ。あ、待って。これいらないのか？この台座。つうか、足セッティングするとこないんだね。この画像を見る限り、ただ乗せてるだけだよね。立つんか、これ。え、大丈夫か？え、なんか足セッティングする場所あるのかと思ってたんだけど、ノーセッティングなんだけど、ノーセッティング。え、大丈夫これ。え、待って。立つの？ちゃんと立つの？すごい怖いよ。え？あ、立ったけどすげえバランス。すげえ、飛んだら落ちるよ、これ。飛んだら落ちるよ。下つけるとこないんか。足なんか刺すとこあったら最高だったんだけど、これかなりバランスが悪い。超絶にかっこいいけれども。超絶にかっこいい。一本なんか不良品だったし、指。指一本不良品でさ、まあ、つくんだけどグラグラするから、あえてつけない方がかっこいいんじゃないかと思ってね、撮ってるんだよね。指すげえ、あの、ショックだったけど、もう一個あるから、一応ね、あの、3体分はさ、ゲットできてるから、マジでか。今気づいたんだけど、あのね、これね、右手作れるわ。あの、左手と右手ダブルで作れる。あの、セッティング、親指セッティングできるところが両方あるから、こっち側にセッティング、あの、親指をセッティングすれば、あの、右手ができる。そうだよね、普通、ないわけないもんね。左手だけじゃないもんね、絶対ね。右手ができた。これで右手と左手がダブルで、このセッティングするところはね、両方あるんだよね。だから右手完成。これで右手ができた。まあ、でも、ちゃんと、ゆっくり乗せれば乗るから、でもこっから動かせないんだけど、飛ばせたいんだけど、飛んだ瞬間に落ちる。いやでもかっこいいね、ビッグハンディね。めっちゃ、あ、黒も欲しかったけど、まあ、いいかな。黒なんてさ、だってこれ黒く塗れば黒になるでしょ。ブラックボディプラスビッグハンディ黒もやりたかったんだけど、これ別に、まあいいかな。黒一個黒く塗ればさ、だって黒くなるもん、スプレーシャーってさ、やれば、スプレーでシャーってやれば済む話だから。でもまあ一応見つけたらゲットしてくるけど、あればね、あればゲットしてくるけど、まあスボディとかもたくさんゲットできるし、被っても全然いいしね、これスボディ。めっちゃかっけえわ。あと最高だったのがさ、右手つくやつが両手作れるのが最高だったわ。あの、気づかんかったんだけど、最初作ってる時。あの、最後の作ってる、あれみたいな。これ穴あるということはってなって、作れることが判明したんだよね。右手、左手、両手作れるっていう、わ、最高。めっちゃかっけえな。
ギャラクシーマンたち、ギャラクシーセブン、あと4体必要だな。でもギャラクシーセブン、宇宙戦隊ギャラクシーセブン作るに、あと4体のスボディたちが、色がね、色がかっこいいの欲しいよね。いや、いい感じだ。あとシークレット手に入れたいんだけどな。シークレット、最終兵器のシークレット早くゲットしなきゃ。ということで、今回はスボディ&ビッグハンドダイザの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットしてセッティングしてみて。ビッグハンドダイザにめちゃめちゃかっこいいぞこれ。マジ迫力やばいな。もうなんかね、全部かっこいいんだけど、俺レッドが一番気に入ったかもしれない。レッドにクリアパーツのファイヤーを持たせたいもん。前のシリーズについてたスボディの台座と組み合わせることによって迫力のあるちょっと浮いてる感じのポーズもこうやって撮ることができるという。いや、超かっこよかったわ。カプセル素体シリーズすげえいいね。ビッグハンディほんとかっこよかった。ただね、指一本だけこれだけがショックだった。あとが完璧だったのにね、これだけがショック。指一本。まあ、一応つけることができるからすぐ取れちゃう。簡単に取れちゃうけど、うん、つけて。写真撮るときはつけようと思う。あとが完璧。ほんとこれ言うことないわ。めちゃめちゃかっこいいわ。